黄色がついてるの分かります。このとろみがね、美味しさの SOS ですよ皆さん。うまそう。はい、どうも料理のお兄さんリュウジです。はい、ということですね、今回はですね、ちょっとね、まあツイッターでも紹介させていただいたんですけども、最近ね流行ってるね料理があるの皆さん知ってますか？これ ね、ジョージア料理のシュクメクリっていうね、シュクメルリだっけ、まあどっちでもいいや、もうシュクメルリね、シュクメルリですね。あのツイッターよく見る方だったら分かってると思うんですけども、これ松屋さんでね全国販売するって話題になってるんですよね。でこれがですね、まあどういう料理かというと、アホみたいにですね、ニンニクと牛乳というか、まあ、乳製品ですね、乳製品をバカスカ、入れてですね、鶏肉を煮て、パンで食べるっていうですね、ものすごい料理になってますな。はい、ものすごい料理なんですけども、あんまり激しすぎると作ってる間にちょっと躊躇しちゃうと思うので、今回はちょっと抑えめなんだけどもめちゃめちゃうまいっていうですね、そんなシュクメルリを作っていきたいと思います。これね、あのマジでうまいんですけど、誰かと会う前に食べられなくてね、これね。はい、っていうのをちょっと今からやっていきたいと思います。ということでですね、材料はまあこんな感じです。乳製品がですね、これクリームチーズですね、クリームチーズ、バター、牛乳、あと鶏肉とニンニク、あとですね、あのパンね、あのパン、あと添えてパン、用意しておいてください。1、2枚あればいい。はい、まずニンニク、ちょっと今日7かけ用意しちゃったんで、もったいないから7かけを、使います。これですね、ケツをですね、切り落としまして、こんな感じですね、潰しててください。もう切り落として、皮をね剥いていきます。潰すとね すぐ取れますね、これね。ニンニクこんな使う料理皆さんねあんまり、やったことないと思うんですけど、これがねシュクメルリの、醍醐味というかね、特徴なんですこれね。で芯はね取ってください。目ですね、目の部分は焦げやすくなっちゃう、今回ね炒めますんでね、全部取っちゃってください。はい、剥けたらですね、これをですね、まあスライスしていきます。こんな感じですね。もうね香りがすごいですこんだけニンニクが集まると、いつもはね1かけとか2かけぐらいしかねやらないので、これね大体ね2人前なんですけど、2人前にねニンニクをこんなに使ってしまうっていうですね、まさに悪魔の料理なんですね。はい、こんな感じで、こんな感じすごい量だな、ちょっとね粗みじんっぽくしておきましょうか。スライスしてからちょっとザクザク切って、こんな感じにしておきます。でこれをですね、はい、フライパンに入れていきます。はい、そしたらですね鶏肉です。鶏肉も一口大に切っていきます。まあ、僕の切り方なんですけども、まずね半分に切っていきますね。その後一口大に、切っていきます。このぐらいですかね、この包丁切れるでしょ、さっきの通りだ。はい、こんな感じですね。じゃあねアホみたいなニンニクの料理、ニンニクの料理です、これね。ちなみにスペイン語でニンニクのことをアホって言います。はい、明日使えない無駄知識でした。ということでですね、ちょっとやっていきたいと思いますね。まずね、バター 20g です。20g もね、相当な量なんですけども、香ばしく炒めていきます。もうね、そうするとね、すぐね、香りが出てきます。香りが出てきたら中火です。で、鶏肉、塩コショウしてあります、これね。でね、皮目から焼いてくださいね。匂いがすごいな、これね。皮目をね、ハリッと焦げ目をつけていきたい。香ばしさを出していきます。はい、じゃあですね、香ばしく炒めてる間に、今日はね、横浜ビール、セアの小麦で乾杯です。あ、おいしい、フルーティーだ。はい、こんな感じですね。今ね、中火でじわじわと焼いてますけども、いい色がついてるの分かります？こんな感じでですね、いい色つけさせてください。あんまり強火でやるとニンニクが焦げてしまうのでね、これぐらいの火加減で、そうするとね、あの全体的にすごくいい色がついてきます。すごくいい色がつきましたら、鶏肉をね一旦取り出します。あの、面倒くさい人は取り出さなくてもいい、この方がね、本場っぽい見た目になるんです。で、こうしましたら、ここにですね、牛乳です。牛乳300入れてください。で、クリームチーズ 70g です。塩ですね、小さじ5分の1ぐらい。で、コンソメがね、小さじ1ですね。まあ、これを入れまして、ちょっとね、火強めましょうか。このね、クリームチーズをね、溶かし込んでいきますよ。もう今ね、もうね、クリーミーな香りが、ガ
ーリックのね、香ばしい香りがすっごく。でね、このガーリックは焦がさないようにしてくださいね。焦がすとね、ちょっとね、焦げの味がクリームに移っちゃうので、さっきみたいなね、パチパチいう弱めの中火ですね、で煮込んでください。こっからは多少強くても大丈夫、焦げるものがないから。沸いてきたら、中火ぐらいに落として、とろみをつけていきます。クリームチーズとね、牛乳を煮込むとすごいとろみがつくんでね。ほら、もうね、ニンニク見て、ニンニクニンニクの楽園だ、ここ。そこにね、ちょっとね、クリームチーズがね、沈んでたりもするので、ちょっと、ね、静かにね、混ぜながら、はい。そうするとね、すっごくいいね、とろみがついてきますんでね。5分ぐらいね、牛乳とか調味料とかチーズとか全部入れてから5分ぐらいね、中火で煮込んでくださいね。そうするとね、こんなにとろみが、わかりますかね、これね、これぐらいとろみがついてくるんです。はい、このとろみがね、美味しさの SOS ですよ、皆さん。ちょっと何言ってるかわかんないですけどね。はい、ということでですね、こんな感じになりました。火ね、あ、火はね、ちょっとね、また弱火にしちゃってですね、ここでですね、鶏肉を戻していきますね。沈んじゃうね、これね。鶏肉を戻してね、煮ていきますね。余った汁を全部煮込んでいくわ。でこのまま、お肉ね、さっき火が通ってると思うんですけど、一応ね、少し煮込んでください。はい、そうしましたらね、ジョージア料理のシュクメルリ完成です。唐突の完成。はい、じゃあ盛り付けしていきます。ちょっとね、肉はね、後で盛りたいので避けました。あの、面倒くさい方は一緒に盛って大丈夫です。下にね、ついてるね、ここら辺のニンニクをね、全部余すとこなく使っていきますよ。はい、でですね、チキンをね、乗せていきます。めんどくさい方はね、別に後乗せしなくてもいいです。ちょっとね、僕はあの、本場っぽくやりたかったので、ね、後乗せにしました。焦げ目をちゃんと見せたい。入るか、ギリギリがあるんです。そしたらさっき焼いておいたですね、パンですね、パンをですね、刺していきます。ブスッと、こんがり焼けたね、パンをブスブスッと刺していきます。で最後に黒胡椒ね、かけてあげてください。チーズがすごく濃厚なので黒胡椒が合います。ということですね、ジョージア料理シュクメルリの完成です。うまそう。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。香りがね、すっごいですね、これね。で、小麦粉とかね、入れてないんですけども、このとろみがすごいですね、これ。じゃあ、いただきます。チキンから、なんだろう、兵器だよね、これね。金ガツンといくぐらいくる。これすっごい美味しいですね。香ばしいね、ニンニクとね、こうチーズと牛乳、あのチキン、美味しくないはずがないよね、これね。すっごい濃厚です、これ。あとバターが、バターもね、かなり入ってるんでね、添えてあるパンをいただくと思います。あ、うん、超濃厚なグラタンですね、これね。あの、つけて食べるタイプのグラタンといえばいいかもしれないですね。これはね、うまいよ、これ。なんかね、すっごい香ばしいチーズフォンデュをスプーンで食ってるような感じですね。これはね、マジでうまい。まあ、うまくないはずはないんですけどね、この材料的にね。それにしてもね、バカみたいにうまいですよ、これ。あ、ちょっと後から撮影があるんだけど止まらない撮影コーナーといっぱいあるんだけど止まらない。ちょっとね、うますぎますね、これね。ちょっとね、うますぎて馬になった。すいません、ちょっと我を忘れて食べまくりました。材料は本当にスーパーで手軽に買えるようなものをしか使ってないので、ものすごくですね、簡単、しかもね、技術もいりませんので、すっごい
ごく簡単に作れるこのジョージア料理、メシクメ料理、ぜひですね、皆さん試してみてください。試してみてください。ということでですね、皆さん今日の料理が美味しそうだなとかですね、やってみたいなっていう風にほんとね、少しでも思っていただく方、ぜひですねチャンネル登録および高評価のほどよろしくお願いします。